ようございます。今日は私の方から3点発表させていただきたいと思っているところでありますが、その前に1点コメントを申し上げたいと思います。消費者庁徳島県庁における業務試験の終了を迎えてということであります。7月の4日月曜日から開始をされ、4日の日には課長さん方が、また5日には坂東消費者庁長官が、6日には河野大臣がお越しになられ、そしてスタートを切ったこの業務試験、こちらが7月の29日無事終了となったところであります。約40名の職員の皆さん方、消費者庁の皆さん方を県庁10階の方にお迎えをいたしまして、業務試験で認定終了となったところであります。例えばテレビ会議システムを使った長官の記者会見をはじめとして、今回消費者庁が県庁においてテレワーク、新しい働き方ですね、その業務は特段の支障があったと、こうしたお話はお伺いをしていないところでありまして、その意味では総じて滞りなく実施がされたのではないか、このように受け止めているところであります。例えばこの業務試験の期間中、坂東長官かなり精力的に活動をいただいたところであります。例えば消費者行政、その現場に直接足を運んでいただく、あるいは最先端の行政であります市ですね、徳島市、阿南市、阿波市などの市役所を訪ねていただく、あるいは消費生活センターの方にも訪ねていただくことであるとか、徳島が全国に誇ります徳島食品表示 G 面の活動先にも一緒に行っていただきまして、この話については直接坂東長官からもお伺いをしたところであります。また消費者教育という現場ですね、大学、小学校、中学校、さまざまな現場を精力的に訪ねていただいたところであります。そして業務を所管をされている消費者庁の各課長さんはじめですね、この皆さん方も共に行動をしていただいたところであり、県の関係課と共に現場に訪れると、こうしたことも精力的に行っていただいた、いわば消費者行政のフィールドといったもの、これを体感をいただけたのではないか。私がよく申し上げる、やはり消費者行政というのは現場主義、消費者目線でやってこそということで、やはり消費者庁は霞が関にいるだけということではなくて、フィールドをしっかり持つことが新たな消費者行政、新たな消費者教育、こうしたものの政策のシーズン目を出していくことにつながるのではないか、このように申し上げていたところ、これらを多く実践をいただいたところであります。とりわけこうしたものの中でも24日でありました。昨年は東京ビッグサイトで行われました倫理的消費、エシカルというとなかなかね分かりづらい倫理的消費と今やっているところなんですがね、まだまだ国民の皆さんに理解されているとは言いづらいところなんですが、エシカルラボ in 徳島、こちらを開催をいただきまして、坂東長官も直接ご出席をいただきました。私もパネラーとして参加をさせていただきましたし、河野大臣は海外出張中であったということでビデオレターを寄せていただきました。また東京で行うのと違った点、そして何といっても業務試験を行っている最中の徳島で行うわけでありますから、その特色を表そうということで、実はテレビ会議システムを使って東京会場、そして鳥取会場、3元中継を実はさせていただいたんですね。東京会場には実際に聴衆の皆さん方も、発表する方もそうでありましたが、そして鳥取会場は平井知事さんがパネラーとしてテレビ会議システムで実は参加をいただいたところでありました。まさに新しいエシカルラボの行い方といったものを提案できたのではないか、このように思うところであります。また特に若い世代の皆さん方が直接、実はこのエシカルを推進をしようという倫理的消費ですね、倫理的消費調査研究委員会というのがありましてね、その座長は私もメンバーの一人、そして鳥取の平井知事さんもそうなんですが、多くの委員さん方も実は今回パネラーだとかいろいろ参加をされたり、あるいは聞きに来られたところでありまして、多くの皆さん方から、いやー徳島の高校生たちすごいねっていう話もいただいたんですが、実はこのエシカル、倫理的消費
そして消費者教育に熱心に取り組んでいただいている城西高校の皆さん、そして徳島商業の皆さん、直接活動状況を発表いただいたんですね。まあ、こうした形で本県がこのエシカル、その先駆的なフィールドであるということも体感をしていただけたのではないかと思います。そしていよいよ29日業務試験の最終日となったところでありますが、まあ、私はちょうど福岡で行われていた全国知事会、しかも沖縄問題であるとか、あるいは合区の解消問題とか、まあ、その担当委員長でありましたんでね、その発表とかしているところに、まあ、河野大臣が実は記者発表をされたと。新たに徳島県庁内に消費者庁の拠点を設け、新しい消費者行政、その創造の場にしたいと発言をされたところでありました。まあ、これは今回の業務試験について坂東長官からもつぶさにその状況はお聞きになられたと、このようにお聞きをしているところでありますが、まあ、本県の消費者行政あるいは消費者教育、その先進性といったものを高く評価をしていただいたところでありますし、また多くの誘致協議会をはじめとする県民の皆様方の熱い思いを直接大臣にも感じ取っていただけたのではないのか、そして消費者庁、そもそも消費者行政ですね、その新たな在り方、こうしたものにつながっていく、私がよく申し上げる新次元の消費者行政というのはそういった意味なわけでありますが、まあ、そうしたものにもつながっていくことでありますし、また移転の第一歩につながる大変意義深い表明と、このように受け止めさせていただいているところであります。そこでこの新たに設けられる拠点とは一体どんなものなのかということであります。まだ仮称ということになっておりますが、消費者行政新未来創造オフィス、なんかどこで聞いたことのあるような名前で、ここは大臣自らが解説をされていましたが、神山町に徳島県が作ったいわゆる徳島県の新未来創造オフィス、ここからいただきましたということを直接言われたところでありますが、であとは記者の皆さん方からの質問で、これはいわゆる出先機関ですかと、消費者庁の、これは違うんだと、消費者庁そのものだと、ましてや新しい政策、消費者行政であったり、あるいは消費者教育であったり、あるいは消費者のいろいろなテスト、商品テストであったり、消費者委員会のいろんな事務であったり、新しい分野、新しい政策、そうしたものを創造していく、まさにクリエイティブな拠点である、まあ、このように言われたところでもありました。まあ、その意味では、やはり霞が関の中の一番政策を作っていくという伸びゆく伸びしろの部分ですね、ここを持ってきていただけると、これはまさに意見の大きな一歩ではないかと、心から歓迎を申し上げたいと思っております。まあ、しかし、そうなってくるとですね、まあ、大臣の方では、これから3年間ほど、もうテストはやらないということで、もう実証なんだと、実際にそうした行政をやって、そして3年後に、消費者庁全体の移転が可能かどうかっていうものを、これを検証していく、つまり昨年の9月からスタートを切って7月の29日まで、あるいは今日8月1日までということを考えていきますと、3年間ですからね、3倍以上、そして徳島県の熱意にほだされたんだといったところもこれ出てるわけですから、3年間これを今まで以上に続けていく必要があるわけですし、今度は消費者庁の皆さん方もテストということではなくて行政としてやるわけですから、県庁の各課であるとか、あるいは市町村の皆さん、各団体の皆さん、大学の皆さん、あるいは教育現場、多くの点でもっともっとコラボをしたいよ、で徳島だけではなくて四国知事会、関西広域連合、関係連合、多くの皆さん方もサインを示していただき協力するんだと、こうおっしゃっていただいているわけですから、そうしたところへの期待も実は大臣は記者会見で言われているんですね。まあ、我々としてしっかりとこうしたご期待に応えていく、もっと言うと期待以上のものを打ち出してからこそ、その3年後の先にまさに消費者庁の移転といったものが見えてくるんではないか、我々の覚悟が問われる3年間になっていくんではないか、その意味でもやはりスタートダッシュをきっちりとする必要がある、このように考えるところでありまして、
実はこの記者会見の前に消費者庁移転推進統括本部会議、こちらを開催をさせていただきまして、大きく2点指示をいたしたところであります。まず第1点は、大臣が示されたこの新未来創造オフィス拠点ですよね、その設置に向けた新たなプロジェクトチーム、これを設置をしたいと考えています。そして第2点目、今回大臣はあくまでも消費者庁側ということですから、いわば霞が関の言葉で言うと要求官庁なんですね。最終的にこの方針を決定をするのは8月末と言われている町人仕事創生本部、本部長は安倍総理であります。ですからここに向けて今回大臣が言っていただいたことをピチッと書いてもらわないと、これは具現化していくことができないですね。ということで、ここも間髪入れず、そうした関係方面の方にしっかりと徳島の熱意、こうしたものを示していく必要がある。いわば政策提言をタイムリーに行わなければならない。河野大臣は今回のオフィス設置に向けて概算要求をする、このようにも言われているんですね。つまり概算要求をするということ、これも要求側でありますので、それをしっかりと位置づけてくれということもまた言っていかないといけない。その具現化も図ってくれと。いわば消費者庁と徳島県はこれからは、まあ一蓮托生というのがいいのか、一体と言ったらいいのか、まさに我々が全面的に消費者庁のそうした動きに対して応援団として共に行っていく。そこで大臣は今後のスケジュールだとか、今後の方向だとか、こうした点も必ず記者会見で言われたのが、徳島県と、そしてまあ町人仕事創生法ね、合わせてと相談をしてというのを必ず頭に言われるんですね。普通だと国の中だけだから、町人仕事創生本部とあるいは財務省などとしっかりと相談をしてと、まあこうなるところなんですけど、必ず徳島県が入ってくるんですね。ということがありますので、我々としてもしっかりとこのプロジェクトチームで、また政策提言で、今回の大臣の言われた点がしっかりと具現化をされるように、最大の応援団として共に行動を行っていきたいと、このように考えております。ということで、今後とも徳島誘致協議会の皆様方、挙県一致の協議会でありますし、多くの関係の皆様方とともに、この明治開闢以来行われたことがなかったという霞が関、その移転の話、ここでは消費者庁、消費者委員会、そして国民生活センター、さらには霞が関などで働く多くの職員の皆さん方の働き方改革、その先陣を切れるように消費者庁が、我々としてもしっかりと一体となって行動をしていければと、そのように考えております。まず先行した発表は以上となります。それでは以降発表事項を申し上げていきます。まず1番目は海の遍路道利用促進キャンペーンについてであります。本件では四国88箇所霊場と、そして89番札所とも呼ばれる高野山、これを結ぶ南海フェリー、ここの和歌山徳島航路、これを海の遍路道、このように銘打ちまして、これまでも和歌山県としっかりと連携をし、特に海藻戦略年祭が2年にわたって及んだんですね。いわゆる88箇所88番の札所まではこれは一つ、そしてその翌年が大屋さんの海藻戦略年ということがありました。まあ、そうした意味でこれまでも和歌山県と連携をして活性化、利用促進を図っていったところであります。まあ、そこで今年度におきましては、期間を1ヶ月間従来よりも延長させていただいて、9月の1日木曜日から11月の30日の水曜日までの3ヶ月間南海フェリーを活用した海の遍路道利用促進キャンペーンを行いたいと考えております。ということでこちらですね、すがちくんがなかなかね、キャプテンというか、パイで勝負カリビアンみたいなことですけどね。まずは3つの言葉、愉快、後悔、音楽会と銘打ちましたね。これかなりシャレ入ってますけどね。あは三大音楽であるジャズ、その生演奏を行う初めての試み、ジャズペリーを
9月の3連休の最終日である19日、これは月曜日ですが祝日となります。1日限定で開催をしてみたいと思います。本県と和歌山県、これまでも観光交流どんどん進めてきたところでありますが、新たにフェリーを活用した文化交流、これを図ってみたいというものであります。徳島和歌山を結ぶ音楽の船として11時ちょうど徳島港発、そして13時40分和歌山港発、この2便で南海フェリーの2階のデッキを活用いたしまして、約2時間船旅があるわけでありますが、そのうちの40分間をジャズフェリーとして実施をしたいと、このように考えております。このジャズフェリーではなかなか海の風いいですよね。南海のこの潮風を受け、ジャズの生演奏を聴きながら徳島ならではの飲み物やおつまみを味わっていただける、いつもとはちょっと違った素敵なフルーツとなるわけでありまして、より多くの皆さん方に楽しんでいただける内容とさせていただいております。またこれに合わせて南海フェリーのマイカー乗船料、その割引を行いたいと考えています。キャンペーンの期間中、これは1日だけなんですね、キャンペーン期間中ですね、マイカー乗船の方で踊る宝島パスポート、まあ、先ほどの須田地君のあのバーですよね、このパスポートをご提示の上、まず航路提示をいただいて乗船券を買っていただきますと、スタンプを押してもらえるわけでありますが、チケット購入時に航路フェリーの運賃が 10% オフとなります。そして袋もまたフェリーを使おうといった場合に、今度は運賃が 20% オフなるものであります。またパスポートに南海フェリーや、あるいは宿泊施設、飲食店、また観光施設からなどなる約700の施設、ここを徳島のおもてなし施設と呼ばせていただいておりますが、指定の箇所でスタンプを3個以上、3個ですね、3個以上集めると抽選で南海フェリーの年間無料パスポート、また徳島和歌山の県産品など合わせて約200名の皆様方に素敵なプレゼントが当たりますので、ぜひふるって応募、3つのスタンプとなります。まあ、今回いろいろな特典もご用意をさせていただいた徳島和歌山、この結ぶ部分でありますが、海の遍路道、ぜひこの機会に活用をしていただきたい、あるいは体感をしていただければと思います。次に2番目、吉本所属タレントを起用したアワフード PR プロジェクトの開始についてであります。徳島の食の魅力、あるいはその価値を全国に伝える新たなブランドネーム、アワフードの下で、徳島県としては戦略的な情報発信を展開をしているところであります。徳島の豊かな食に共感をし、その魅力を発信していただく個人、店舗、団体などをアワフードスペシャリストとして認定をする制度を本年の1月に新設をしたところであり、現在65社の方々に SNS などを通じまして積極的に情報発信を行っていただいているところであります。この度アワフードの情報発信力をさらに高めていこうということで、特にということですね、徳島県と多数のタレントが所属をしている大手芸能事務所である株式会社吉本クリエイティブエージェンシー、また県南を中心に地域資源を活用したビジネスを展開をされております株式会社アワエ、この3社の連携によりまして、アワフードの公式 YouTube チャンネルによる動画配信企画、これを新たに開始をしたいと考えております。本企画では徳島県に住みます芸人として活躍をされているお笑いコンビキャンパスボーイ、このお二人に徳島の各地の産地、こちらを訪ねていただいて収穫体験、あるいは生産者の皆さん方との交流を通じまして、旬のアワフードの魅力を余すことなく紹介をしていただく動画を撮影をまずしていただこうと考えています。そしてこの撮影をした動画素材については、株式会社アワエが運営をいたします南クリエイターズスクールの生徒の皆様方に編集をしていただきまして、動画によりより魅力を増すもの、これを発信をしていければと考えております。またキャンパスボーイの皆さん方が取材をした食材については、
東京で活躍をするタレントベッカちゃんですねにお届けをして、これを丸ごと豪快に試食をする動画番組を、これはまた別に制作をし、公式 YouTube チャンネルなどを通じて配信をしたいと考えております。またこの企画開始に先立ちまして、8月の2日火曜日、県庁において任命式を開催をし、キャンパスボーイをアワフードスペシャリストの広報部長に、デッカちゃんを東京本部長に私の方から任命をいたしたいと考えております。また任命式終了後、早速広報部長であるキャンパスボーイの皆さんには上板町、こちらを訪れていただきまして、県の畜産研究所に阿波踊り、鳥ですね、鳥の阿波踊りをテーマといたしました初めてのロケに出発をしていただきます。この動画は8月の19日金曜日となりますが、県公式阿波フード YouTube チャンネルや Facebook により公開を開始をいたしまして、その後はすだち、なるときんとき、阿波トントンなど本県を代表する食材をテーマとした動画番組を続々と制作をし、順次公開をしていきたいと考えております。この企画契機として、全国の皆様方に徳島の豊かな食、阿波フードの魅力知っていただく、そして徳島の不安の拡大につなげていければと考えております。そして最後3番目は、国立療養所大島青少園への訪問および阿波踊り連の派遣についてであります。香川県にあります国立療養所大島青少園は、本県ご出身のハンセン病回復者の皆様方が多く入所をされておられるハンセン病の療養所でありまして、私自身平成17年度から台風で中止になった時を除きまして、毎年訪問をさせていただいております。今回訪問ができるようになりますと、ちょうど10回目となるところであります。8月の3日水曜日となりますが、ちょうど大島青少園の夏祭り、ねえ、花火も見事に打ち上がるんですけど、大島青少園、こちらの徳島県感染病支援協会の皆様方とともに訪問をさせていただきまして、本県出身の回復者の皆様方との再会、心待ちにしているところであります。また療養所には高齢者であり、お体がご不自由なため徳島への里帰りが難しい、こうした方もおられます。そこで徳島市老人クラブ連合会によります、徳島市老連連老連連老廃部じゃないですよ、老連連ボランティアの皆様方で構成をする阿波踊り連の派遣によりまして、ふるさと徳島を身近に体感をしていただきますとともに、県民の皆様方との交流をぜひこの機会に深めていただきたいと考えております。ハンセン病回復者の皆様方と年々親しくお話をさせていただき、そして毎年ふるさと徳島の夏をお届けできることを大変嬉しく思うところであります。本県ではこれまでも徳島県ハンセン病支援協会の皆様方に大きくお力添えをいただきながら、ハンセン病への偏見、また差別の是正、並びに回復者の皆様方の福祉の向上に向けての取り組みを鋭意進めているところであります。具体的に申し上げていきますと、去る6月の6日月曜日でありました JR 徳島駅前で街頭の啓発、これを行いますとともに、ハンセン病を正しく理解をするフォーラムを開催をし、県民の皆様方に広くハンセン病への正しい理解を訴えかけたところであります。また本年の10月の23日の日曜日から翌24日月曜日にかけまして、三好市におきまして一泊里帰り事業を実施をし、地域の皆様方との交流を深めるハンセン病回復者と県民との交流会を開催をする予定といたしておりまして、粘り強く、そして継続的に取り組みを進めていきたい、そのように考えております。県といたしましては、今後とも回復者の皆様方の早期の人権の回復を実現できますように、徳島県ハンセン病支援協会の皆様方としっかりとタッグを組ませていただきまして、これからも啓発、さらには交流活動を深めてまいりたいと考えております。私の方からは以上3点です。どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、ありがとうございます。
じゃあまず発表事項と、あと消費者庁の件で、質問がある者は、以上で、質問をお願いします。はい、消費者庁の件で、プロジェクトチームを立ち上げるとして、どういった方々で、いくらいもうこれは直ちに発足をさせるとともに、各メンバーについては今回大臣からまあこうしたものをと言っている、それにぴったりと合うメンバーをしっかりと集めたい、こう考えています。統括本部の下に、はい、わかりませんでしょうか。政策提言に関しては、はい、これは消費者庁に対する政策提言ではなく、他の省庁に対する政策提言をタイムリーに行うという話ですか。はい、まあ、今回消費者庁の側は大臣が7月の29日に言われたように方針を示されました。ただこれはあくまでも要求官庁側ということにこれなるわけですので、最終的には町市と仕事創生本部の中でしっかりと書き込まれなければそれがものにならないわけですよね。ということでそうした関係者の皆さんとかねに対してしっかりと提言をしていこうということですね。提言内容についてはその消費者庁の特殊の意見を実現に向けた内容になる。まずは今回河野大臣が言われたことがしっかりと具現化されると、まあ、書き込まれるということですね。でそれに対してさらに我々として付け加えるものがあればそれに付け加えをさせていただくという形になります。プロジェクトチームが具体的にはどういったことを行う内容ということですか。はいはい、まずは例えばこの政策提言をまとめるということもありますし、それからさらにはプロジェクトチームとして今回大臣が言われたいろいろな協力関係を頼むということを言われていますので、そうしたものの協力関係これを構築をしていくということになります。はい、NHK の金木さんも申し上げます。今の少子の関係なんですけども、まあ、受け止めた方にはですね、その大臣発言の部分ですけども、まあ、先送りかと、またはその、まあ、事実の断念じゃないかという見方に、そういう方にいらっしゃったと思うんですが、そこについてはどう考えていますか。はい、まず先送りかといった点についてなんですが、まあ、我々は決して先送りかとは思っていないですね。っていうのは町人仕事創生本部はいずれにしても8月末に方針を出すと言っているわけでしてね、まあ、まずここでどうなるのか、それと今回はやはりできるものからやっていくんだと、これは確かに一つの考え方ですね。文化庁の京都移転、こちらについてもまず最初から例えば国会対応機能とか各省調整機能、こうしたものは東京に残すんだとこう言われちゃってるわけですね。でそれはもうしょうがないなみたいな世界になってるんですが、河野大臣はここも決してそういう考えじゃないんですね。はっきりこれ言われていて、この3年間という期間を作ることによって、例えば国会についてもテレビ会議でいいじゃないかとか、ね、直接会わないと先生方が理解、まあ、その納得しないということじゃなくて、国会サイドが、うん、やっぱりこれ新しい働き方霞が関もやるべきじゃない、理解を取ってもらえる可能性がある。それから各省の調整機能、まあ、今回バド長官も常にそこで言われましたね、これはもう事件難しいんだ、それはそのはずで、相手方がテレビ会議システムを入れてるわけありませんので、みんなが消費者庁にわざわざ出てきてくれてそこでやるっていうのはなかなか非現実的な話なんですよね。だからそうした点についても、これは亡くなられた鳩山、これは自民党の地方創生の本部長さんがよく徳島に来られて記者の皆さん方に語ったようにね、決して消費者庁とか文化庁それだけで終わりにするもんじゃないんだ、そういう提言を総理たちにもするんだ、してるんだ、こういうことを言われてますね。でそれは何かというと、やはりこれを機会に全省庁が今回消費者庁がやったような試験やったらいいじゃないか、それでやはり成果といったものをしっかりつかみ取らなければ、いつまでたっても
この東京一極集中というものは是正されないと、これは大変力強く言われたんで、本当にお亡くなりになられたっていうのは我々としてはショック、最大の応援団を失ったなと、こういった思いもしたところなんですよね。しかしその思いというのは同じ本部の中の山本先生であるとか、あるいは高知の福井先生であるとか、こうした皆さん方がしっかりと引き継がれているんだと、このようにも理解をしているところでありますのでね、まあ、そうなった時にじゃあ募集社長はそうしたオフィスが徳島にあるわけですよね。でそれに対してじゃあ各所関係あるところは今何もないわけだから、じゃあまずは徳島に来て一緒に消費者庁とやってみようかと、これも可能性としてあるわけですよね。ということで各省庁にみんな同じシステムが入れば、これはもう自動的に各省庁との調整機能というのはテレビ会議システムであるとか、あるいはこのパソコンを活用したねウェブシステム、こうしたもので十分に行うことができるようになるんですよね。ということで今回課題が課題だと、東京に残さなければならないと言われたものについても、実は河野大臣は諦めていない、そしてこれが最終的には霞が関の新しい働き方になるんだと、まあ、そうした意味では非常に前向きな3年間、確かにこれ1年とかでね、1年は無理だとかね必ず言われてしまうわけで、ダメな理屈を作るのは天才的な霞が関ですからね、それが3年間だって3年間でできないのと言われると逆に苔に関わる部分が出てくるんじゃないか、そういった意味での期待の持てる3年間、ただし我々地方側としてはこれはなかなか大変な3年間、つまり3年間でもうテストを行うと言ってるんじゃなくて、もうテストはやめだ、もう結果は出た、だからそれを具現化する、で3年間は実証の期間だと大臣は言われてるんですね。あともう一つ、国民生活センターの教育研修の観点で実はアンケート調査があって、私も大臣から直接言われたんですね、これまでの文で、やはりその東日本の皆さん方から徳島に行くのは不便だと、まあ、西日本の人は割とね便利だという人もいるわけなんですけど、だからそうした点も3年間経って、まあ、現に消費者庁が徳島で試験を行うんだというふうになっただけでも JAL、ANA ともに乗り継ぎ割引、羽田を経由してあるいは福岡も経由して一気に増えたじゃないですか、ね、大臣もそうしたことを報告したんですけどね、いやこれいいことだと、でさらに地方創生本当にするんだったら東京経由あるいは大阪経由とか言うんではなくて、ね、地方間同士をダイレクトに結ぶ、これはもうなくてはならないことだし、逆にこれをやることによってもう一つの大きな目標、インバウンド4000万、つまり今のゴールデンルート以外に広げようと、徳島は3つのこういう観光収入と入ってるわけですからね、だからそうしたものへの期待がつながると大臣はこれも言ってるんですね。つまり3年間あれば地方間を、徳島と地方間を結ぶダイレクトなさまざまな公共交通機関といったものも利便性を増すのではないかと、そしたらもう国民生活センター丸ごと移せばいいじゃないか、こうした話も言われてるんですね。つまりこの3年間っていうのは大変我々としては国の活動として環境の変化、これを大いに期待できる3年間であるし、逆に我々としては、これ我々にはきついこと言われてるんですよね、この今回の徳島の熱意、これはもう十分にもう評価したいとここまで言ってくれてて、これを3年間続けなきゃならないということで、ね、我々としては、しかも徳島県庁というだけじゃないですよね、県内の市町村も大学もあるいは教育関係機関もまた誘致協議会の皆さん方も、でこの中には徳島県というだけじゃないですよね、四国知事会、関西広域連合、それで関西広域連合と関係連合の間では共に両方のイニシャルで徳島のこの誘致、これを全面的に応援するんだ、そこまで書いてあるわけなんで、大臣からも四国知事会、関西広域連合、関係連の協力をぜひ求めるということまで会見で言われてるんですね。それで我々まさに地方の覚悟、これが問われる3年間、これまで1年足らずの間でここまで来たんだけど、これから3年間そのモチベーションをしっかり持って、そしてさらに前へで、今回難しいと言われたものもクリアするんだというその大臣の意欲にね、我々としてしっかりとお応えをしなければならない、まさに国の本気度と我々地方の覚悟が問われる3年、町人仕事創生本部でこの辺りもどう書くのか、国の本気度がまさに問われることになるわけですけどね。
もちろんこの3年というのが2年とか2年半となるのか、そのあたりも我々としては見ていきたい。ただ短くなればなるだけまた大変な部分も出てくるわけなんですけどね、まあ、そうした意味では今回おっしゃっていただいた点については本当に画期的なことだったな。ただまた繰り返しになりますけど、国の本気度と地方の覚悟、これがまさに問われるこれからということになるんですね。確認しても、そうすると今後の手続きはその8月末の その当選本部の方針、何なんでしょうか、手続き的には方針決定ですね。で、まあ、3月の22日に町議長仕事当選本部が文書を出しました。この中で徳島県への消費者庁の移転、これは地方創生に意義があるんだ、ただし業務試験だとか試験移転というのをね、これを行って結果を得る、こうなっているんですね。これがまあ一つの方針、これがさあ業務試験試験移転を行ったんで、さあどうなるか。でもまず行った側の考えというのはもうすでに大臣が表明をされたところですから、あとはこれをまあ、官邸はじめとして町人仕事創生本部がどう咀嚼をして、そして最終的にはどういう決定にして、さらにはこれがどう概算要求に結びつけていくのか、概算要求に結びつかなかったらこれは具現化できませんので、ね、そういう手順になってくる。この新未来、その徳島の名を借りた新未来創造に、まあ、これまだはっきりしませんけれども、まあ設置場所っていうのは、まあ、もちろんこれもまた作る側の意向もありますけど、徳島としては県庁10回を考えているとして、というか大臣がこれ、県庁10回今回業務試験を行ったところを使わせていただきたい。つまりここを概算要求をするということは改造するということなんだと。県としても、まあ、そこで、はい、我々はもう元から消費者庁誘致の場所っていうのは提示しています。現在あれ業務試験で使っていこうっていうのは、まあ、それが来るのがいつか来るかどうかも含めて、その間にどうされるか、決定を。そうですね、この辺りはそこで必ず出てくるのが徳島県と相談と出てますから、概算要求は8月末までですから、そうしたものの中にはどういう内容にするか、いくらいるんだというのを財務省に出しますので、当然その時に、まあ、相談があるのか、あるいはどういうふうにしたいお話があるのか、まあ、そう思います、ね、なんかその間ずっと県庁のワンフロア空いてるのももったいない気もします。なんか例えばこういった消費者行政のなんか催しに使うとかですね、学生さんが何かビデオ研究する場所に使うとか、なんかそういったことを考えてありますでしょうか。今のところはまず消費者庁がどう考えるかというのがこれありますので、例えば消費者庁が使いたいということも入るだろうし、前もってて、はい、なんか県と相談ということになってますから、まずそれをしっかりとこのプロジェクトチームこうしたところで受け皿とか、そして場合によってはそれまで機運を盛り上げてる場にということであればね、今おっしゃっていただいたようなことも当然やり得るわけですからね。はい、現時点ですね、あの中央国ではその移転に反対する団体が少なからずあるわけなんですけども、はい、まあ、3年後に向けてこの辺の団体 のアプローチといいますか、どのように考えてますか。まあ、アプローチというよりも今回のが一つの方向性として、逆に今回はテストでやるということではなくて、これを実際に業務としてやると。で、当然業務としてやるっていうことは、その業務が成果を上げなければ合格の対象になってしまうわけですから、当然のことながらその業務が成果をしっかりと上げる。我々は今までも徳島というフィールド、これを持って行うことがまさに消費者行政をさらに進化をさせる。フィールドにこそ消費者行政のまさに種がある、チーズがあるということを言い続けてきたわけですし、あるいは消費者教育、これはもう文科省も含めてもっともっとやっていかないといけないと。具体的にはエシカル、倫理的消費、これをどう国民の皆さん方に理解をしていただくのか、やはりそのためには若い世代からということで、本県の高校生の取り組みといったものがまさにモデルとなっているところでありますのでね、まあ、そうしたこのフィールド、こうしたものをしっかりともっともっとこれを広げていく、まあ、今回のエシカルラボ、これについても多くの皆さん方にご覧をいただけたわけでありますのでね、まあ、そうした意味ではさまざまな先進的な取り組み、そして消費者目線、現場目線、
こうした行政を展開をすることをしっかりサポートをする、あるいは共に行っていくことによって、消費者団体の皆さん方、関係する皆さん方もなるほどと。彼らも常に言っているのは、消費者庁が徳島に移ると、消費者行政の交代を招く、これが反対の理由だと、こう言っているんですね。ですから逆にそれが交代じゃなくて、逆に新たな消費者行政の分野が開かれ、あるいは進化をしていく。消費者教育というものが日本のモデルがここに具体的に出来上がるとか、まあ、そうしたことになってくれば当然それは反対というのではなくて、よりそれを進めようよとか、あるいはもっと地方でフィールドを持ったらどうだろうか、違ったフィールドで、こうした話にもなってくると思いますので、逆にそうした行政を展開をしていくことが、そうした皆さん方のご理解を逆に得る、そして深めるということにつながると、こう思っています。はい、どうぞ。共同通信、近くの内閣改造も、河野大臣が変わられるっていう可能性もあると思うんですが、そのあたりが懸念されていることとか。そうですね、8月の3日に総理は組閣をすると、内閣改造すると、もうはっきり言われてますし、まあ、先ほど官房、幹事長ですね、こちらの方も新たに決まったんではないかという話もこうされているところでありますので、まあ、いよいよ8月3日に向けてもまっしぐらと、まあ、我々としてはもちろん河野大臣が残留をいただくと、それが一番の推進力になる、当然そう思っているところでありますけどね、まあ、しかしあそこで大臣が大臣として現職の打ち出していただいた、これは重いと思っていますのでね、まあ、そうしたものも含めて、まあ、河野大臣には感謝をしたいと。で、引き続き大臣やっていただければね、これ以上嬉しくはないと。わかりますでしょうか。なければ発表事項以外の質問があれば。徳島新聞の青木と申します。先週全国知事会の方で合会所の決議が採択されたと思うんですけれども、まあ、反対意見に配慮した表現が盛り込まれたりとかいったのもあったりとかして、まあ、それに関しての保証権と、まあ、今後の取り組みの進め方について、はい、まあ、実は1年をかけてこの合区解消に向けての議論というものを全国知事会で行ってまいりました。まあ、事の発端はね、多くの皆さん方もご存知の昨年の7月の28日、ちょうど岡山での全国知事会、それを行っているときに合区を決める公職選挙法ですね、公選法、こちらが改正となってしまった。しかしここでつけられた不足、法律の不足の中に、次の参議院通常選挙、つまり平成31年予定の選挙までに抜本的な解決策を見出すんだとはっきり書かれているんですね。そこで多くの知事さん方から、ちょうど昨年7月28日ですけどね、この合区とんでもない話だと、やはり参議院追い立ちの時から各地域代表、各都道府県代表、そして最高裁の判例の中にも一票の格差が課題となった時に、衆議院は3倍で違憲状態と言われ、参議院は5倍を超えていても違憲状態ではない、その理由はなぜかというと、参議院には都道府県代表、こうした色彩があるからなんだと、はっきり最高裁判例に書かれていたんですね。しかし政権がいろいろ変わる、あるいはねじれ現象が起こるということで、まさに衆議院と参議院がなんか一体のものになってしまう、同じ権能を持つものになったということから、であれば憲法に書かれている一票の平等、これをしっかりと衆議院も参議院も同じに守らなければいけないということで、一気にもうこれは違憲状態というふうになるとともに、必ずしも都道府県代表であるということは憲法上求められていないと、はっきり最高裁の判例が変更となったんですね。まあ、これを受けて立法府としては、
これはあくまでも緊急避難的措置と言われているわけですが、合区、しかもその中で鳥取、島根、徳島、高知のみが合区とされた。その変遷では与党案でもいろいろな合区の案がありましてね、最大ではまあ12ぐらい合区になるんじゃないかなという話も出ていたところであります。まあ、こうしたものを各知事さん方知っていましたので、もう当然この合区については次の31年まで解除しなければいけない。しかし時間が限られているんですね。つまり今年の選挙についてはもうやることが決まった。でもそれから3年丸々あるわけではなくて、1年間は周期期間がいるわけですから、実際は今回の選挙が行われて2年、この間に具体的な抜本的な解決策、これを出さなければいけないということで、昨年の知事会で多くの意見が出されるとともに、総合戦略政権評価特別委員会の中で有識者を集めた研究会を立ち上げて、具体的な解決の処方箋を打ち出すべきと、ここまで実は決まったんですね。ということで、その委員長である私のもとに、憲法学者であるとか、行政法学者であるとか、マスコミの皆さんはじめとする有識者の皆さん方に入っていただいて、5回、あるいは委員会も開く中で、その処方箋と中間報告書を取りまとめたところでありました。今回をそれをまとめ発表するとともに、やはり合区解消の決議をすべきだと多くの知事さん方の意見がありましたので、その決議案、これも同時に出させていただきました。まあ、ほとんどの知事さん方が発言を、しかも1回どころか何度もこう答えましてね、まあ、そうした意味では全体的に見ると、合区の対象となったところの知事さん、これからなりうる可能性が高い知事さん方、大都市部であってもやはり地方との関係をしっかりと組まなければいけないという知事さん方、いやいや、やっぱり大都市部としてはちょっと合区解消というものを一気にいくのはいかがなものかと、あるいは政党の党首でもあるということがあって、その党勢からいくと合区はいいんだという方と、まあ、様々なお立場はある。またその解決策についても合区は解消すべきだというお考えなんですが、一気に憲法改正まで行くのか、ただが研究会の中では多くの憲法学者の皆さん方は、判例を変えるためには最終的にはやっぱり憲法改正というところまで踏み込まないと、なかなか結局法律を改正をしても、これはまた違憲訴訟が出てきますよ、まあ、こうした話もこうあったんでね、まあ、憲法改正の部分についても実はもちろん最高裁の判例を受ける形でということは入れてあるわけなんですが、触れさせていただいたと。まあ、そうした中で大阪府が反対、これは今申し上げた松井知事さんは大阪維新の会の党首で、大阪維新の会というのは参議院は衆議院のカーボンコピーなんていらないと、一員制だと、それと同州制だと、だから合区というのは同州制への一律化ということにもなるしということで、合区解消反対と。でそれについてはしっかりとそうした意見があるということを大阪府の名前を入れて書かせていただきました。また当初神奈川県も慎重にと言われていたわけでありますが、最高裁の判例を踏まえる形での憲法改正という形を入れたところで、これは分かりましたということで、逆に賛成に合区解消と、合区の解消に対して反対するわけではないということで、賛成に転じていただきました。まあ、しかし愛知県大村知事さんの方からは、少しここは留保させてもらいたいということで、慎重意見と愛知県と、まあ、こうした形を書かせていただいて、合区解消の決議、これについては全体の総意としてまとめることができたということで、そのまとめることができたことについての、まあ、知事のご意見、まあ、これはもう逆に言うと、1年前の岡山での全国知事会で合区解消の、まあ、処方箋というかね、まずは知事会としての総意を決めようよ、まあ、これはまずできたのではないか。そして具体的な案、例えば公職選挙法、この場合には参議院の今242ある定数、これを2000年までの時には252あったので、例えば仮に暫定的に10だけ増やす、でもこれでも一票の格差3倍以内にならないと思うんですからね、まあ、全国比例、ここの部分を少しバーターをさせていただいて、そして1票の格差3倍以内、これに収めようと。しかしこれに対してはなかなかね、世論が本当に納得していただけるんだろうか。であれば、
参議院全体の経費といったものを今と変わらない形にしているというものも一緒にその手法として書かせていただいています。いやいや、そうではなくて、憲法附則法というこの両院のさまざまな規定を定めている国会法、この中に書き込む、参議院というのは地方の代表なんだと、そしてこれを受けて公職選挙法を改正するという、まあ、こういう仕方も当然あるよねと、これも出させていただく。でもやはり多くの学者の皆さん方は、最高裁の判例が変わった以上、これを再び変えてもらうためには憲法、ここをしっかりと地方自治の在り方、そして参議院というのはどういうものを担うんだ、つまり任制、衆議院と参議院という任制を持っている国というのはアメリカもドイツもフランスもあるんですね。でアメリカとドイツ、特にアメリカっていうのは50州、今いよいよ大統領選挙で真っ盛りなんですが、人口がどんなに多かろうが少なかろうが全部2人ずつ100名なんですね、上院議員っていうのは、まあ、ドイツも似たようなもの。それとここはまあ連邦制取ってるから別じゃないかっていう意見もあって、フランスは逆に連邦制を取ってないんだけど、逆に議員っていうのは地方の代表、もっと言うと知事が兼務をすると、まあ、日本的に言うと参議院議員を兼務すると、まあ、こうした形を取っているんですね。まあ、だからこうした点を考えていくと、やはり憲法をしっかりと触る必要があるんじゃないだろうか。でもその根幹は憲法の92条からの4項目ある地方自治、特に地方自治の本旨、この辺りが曖昧すぎるんじゃないか、これをしっかりと書き込もうと。そして憲法の中に書かれていない都道府県とは何ぞやというものをしっかりと位置づけていく、ここにやはり最高裁の判例をやはり昔のような形に持っていっていただける余地があるんじゃないだろうか、そうしなければ難しいんじゃないだろうか、まあ、こうした意見もあるところでありますので、今後はこうしたものの具現化、我々としてはあくまでも立法府がまずは定める、国会がということになりますので、その処方箋をしっかり示すとともに、やはり国民の世論、これが非常に大きいということになりますので、全国知事会としてもいかに国民の皆さん方に合区はおかしいんではないかと、そしてこういう処方箋、これを国会の方で決めていただこうと、それぞれのメリットデメリットを示す形で国民世論に訴えかけていく、これも同時に行っていきたいと、こう考えています。質問ありますでしょうか。よろしいですか。すみません、もう一回です。はい、今の関係ですけども、2年という時間、まあ、これから議論をしてがについてもう一回、どう長いというか短いというか、どう見ていらっしゃいますか。まあ、なかなか2年の間に世論をというのは、しかもこれ憲法の問題から始まって、あるいは参議院の在り方、あるいは参議院の前人数ですよね。いや、どちらかというと国会議員の定数を減らせ減らせっていうのが国、まあ、国民の世論という中で、まあ、どうご理解をいただく形を取れるのか、まあ、最終的には立法府ということですよね。2年という時間、もう現には2年切ってるんですよね。もう参議院選挙終わりましたからね、まあ、こうした点を考えるとなかなか合ってないような2年間じゃないのかな、こう、まあ、それだけにもっともっと多くの皆さん方が危機意識を持って、そして行動していく、そして国民世論に訴えかけていく、やはり合区っていうのはあまりにもひどいんじゃないか。今回鳥取の平井知事さんが言われたように、高知も島根も徳島もそれぞれの出身の参議院議員さんができたじゃないですか。しかし鳥取県はとうとう一人も出なかった。つまり鳥取を代表する参議院議員さんが今回は選ばれなかった、このことを重く受け止めてほしい。もちろん候補者の皆さん方が大変な思いをしたって、これはみんなあるんですよ。でも結果として、まあ、今回の決議文書の中にそれを書かせていただいてですね、事件出身の知事、の参議院議員ね、これを出すことができなかったということをはっきり書かせていただいているんですけど、まあ、それぐらい重い話です。しかもこれは戦後この参議院制度ができて初のということですので、
はい、こういった点も国民の皆さん方にしっかりと受け止めていただきたいな。ご感想。具体的にこれからどういった何かアクションを考えていらっしゃいますか。まあ、今回全国知事会でさまざまなご意見いただきましたので、これも咀嚼する形でさらに具体的な処方箋、これを詰めさせていただいて、これは研究会、委員会、こうしたものを開く中で、まあ、我々としてはもし憲法のということであれば、そうしたものの草案、具体的なね、これはやはり取りまとめていく必要があるし、ただそれまで以上に今回意見も出たんですが、早く行動を起こさないとまずいだろうというのが今回の決議文書ということになりますんでね、まあ、これは山田前国知事会長も、ね、言われていたり、まあ、これをしっかりと立法府の皆さんの中に受け止めていただこうということですね。はい、先生氏はポケモンが配信されたんですが、ポケモン GO が、はいはい、あれでこう、まあ、メリットデメリットあると思うんですが、なんか県としてこう、まあ、それに関してこう観光政策とかなんかに取り組んでいこうというお考えとかはありますか。そうですね、これはいい面もあるし難しい面もこれあってね、もうみんなもう夢中になっちゃって、例えば交通事故を引き起こすとか、その加害者被害者になると、まあ、こうした点では少し熱を帯びすぎかなといった点がありますね。あるいは立ち入り禁止のところにどんどん入ってきてるとか、これもまだ問題だし、世界ではそうしたことで治安のあまり良くないところで撃ち殺されてしまう、つまりこう写真を撮ってるようにこう見えるわけですよね、まあ、こうした点もあるので、やはりもう少しルールっていうかね、こうしたものが作られるのがいいんではないのかな。ただその一方でやはり名所としてポケモンを入れるあのボールに似たね、その公園だと上空から見たって言って、もう聖地とかって言われて、多くの人たちがね、また来ると、またそこに行くとなんかアイテムもらえるとかね、まあ、こうした点もあって、まあ、観光名所みたいになってしまう、ポケモン名所というかね、まあ、いろいろなメリット、デメリットがこう相混ぜになっている今回のポケモン GO ということでありますので、まあ、まずはルールっていうものをしっかりと確立をしてもらった上で、そのルールの中でいかに、これを観光をはじめとして、あるいはその地域で名前をこうね、どんどん発信をしていく、こうしたものに使っていければいいんではないかな。ルールというのはやっぱりこのゲーム会社の方がということですか、それとも、まあ、プレイヤー自身が、まあ、両方ですよね。つまりどれだけゲーム会社の方がルールを作っても、それを逆に破っていく、しかも売り買いしてはいけないというので、これがもうネット上では商売になってるんですよね。だから不正にそれをゲットするとか、あるいは不正に強くする、そのポケモン、これポケモンを捕まえるだけじゃなくて育てていって、そして対戦させるわけですよね、まあ、そうしたことも実は出ていて、まあ、すでにこれは問題になってると思うんですよね。ですからもうゲーム配信側のルールの作り方と、当然社会的にそれをどうするのか、どういった場所で何をしてはいけないというのは、公の方が条例で定めるということもできるわけですから、まあ、そうしたものをどうしていくのか、そしてやっぱり一番はその利用の仕方ですよね、使われる皆さん方、まあ、これらがうまくかみ合わなければなかなか難しい。ただこれ世界的な今現象になっているところですのでね、まあ、世界それぞれが皆考えていくことではあるかとは思いますが、都知事選で小池さんが当選されたので、ね、求めているとか期待するとか、あと VS 東京が続けていくとか、まあ、そういう、はい、まあ、まずは都知事さんとしては初の女性都知事誕生ということで、心から小池新都知事さんにお喜びを申し上げたい。そして何よりも我々47都道府県知事のね、まあ、いわば代表格ともなられるわけでありますのでね、我々地方と共にしっかりと歩んでいただく、そして何よりも今もう目前で大変な課題というのが東京オリパラ、そしてその文化プログラム、まあ、こうした点をどのように展開をされていくのか、また当然のことながら東京都自身として抱えている多くの課題、急激な高齢化、少子化、この両極端が東京都ということになっていますね。まあ、こうした点について、まあ、それ前都知事は徳島とも組んで、こうした東京の課題をね、解決をしてもらえるようにと
東京オリパラ特に開幕式の時もそう、阿波踊りを開幕式で協力してもらえるかとか、まあ、今回はエンブレムに藍色がね取り入れられて、ジャパンブルートンという名が使えるのは阿波藍だけということで、そうしたものの服をね、着物を来賓であるとか、そうした皆さん方に来て、そして開幕式に臨んでいただこうとかね、さまざまなご提案がこうあった。まあ、VS 東京、東京に住んでいる人たちに気づきを、そして逆に地方側に自信をというだけではなくて、やはり東京と一対となって、そして日本を盛り上げようと、アンド東京という言葉もね、出されたわけでありますので、まあ、こうした点について、まあ、どのようにね、もう時間があまりもうない、もうリオのオリンピック、もう間もなく始まっちゃいますからね、終わればすぐ次はもう東京、オリパラになりますから、まあ、ぜひ小池新都知事さんが、そうした点についてね、さらに女性ならではの感性、こうしたものも加味していただいてね、素晴らしい東京オリンピック・パラリンピック。そしてそれまでの4年間、日本全土で20万件の文化プログラムをやる。こうした点でも、東京のご協力っていうのは、やはり不可欠だと思いますのでね。まあ、ぜひ共に、この日本を盛り上げていければと。そういうはい、それではよろしくお願いします。